栄江紀人は中華人民共和国の政治家、実業家、中国国際信託投資講師の創設者で赤い資本家と呼ばれた。江沢民政権にて第六大国家副主席を務めた。1916年5月1日にチャンス賞を無弱権に誕生する。父は民族資本家の英特性であり、上海を中心に多くの企業を経営していた。 1937年に、上海西洋羽大学を卒業し、その後父の事業を受け継ぎ、繊維工場を経営する。中華人民共和国建国後も上海に残留し、資産を政府に上納して協力する。1950年に、中国民主建国会に参加し、中国人民銀行上無理事と、全国政治協商会議員を経て、1957年に、 上海市副市長に就任した。文化大革命では、創始派として批判されて1967年に失脚したが、1972年に復活を遂げる。1979年に、東昇平によって改革開放が開始されると、国策会社の中国国際信託投資講師を設立し、初代当事長兼総経理に就任する。日本、アジア、 欧米諸国を歴訪し、外資導入を働きかけた。東商兵指導下の中国共産党との密接な関係から赤い資本家の異名を取る。1978年に全国政治協商会議副主席となり、1983年に全国人民代表大会上務副委員長に選出。1985年7月1日に中国共産党に入党した。 1993年に国家副主席に選出されて1998年に退任した。2005年1月に死去した、張子陽元共産党総書記の葬儀に花輪を送った数少ない指導者の一人である。天安門事件前に、張子陽に対して書簡を送り、学生との対話促進、民主化と法制の強化、清潔な政治の確立などを訴えていた。 2005年の春節では共産党指導部に対して意見書を送り蔓延する汚職に対して危機感を訴えていた2005年10月26日に北京市で死去した89歳であった日本との関係では全国人民代表大会副委員長時代の1985年と国家副主席時代の1994年に二度訪日し それぞれ当時の中曽根康弘首相、村山富一首相と会談している。坂江基人が死去した際に、新華社が発表した公式履歴による。坂江基人同式ビラ新華社、2005年11月3日付配信記事。ありがとうございます。